皆さん、最近公式が出したこの画像なんですけど、この画像にめちゃめちゃやばい秘密があるかもしれません。雰囲気が違うメカクマちゃんがいるのは誰でも気づくと思うんですけど、そのメカクマちゃんの足元にパラダイムがいるんですよね。パラダイムは一応セブンの一員なんですけど、このパラダイムもメカクマちゃん同様何かがおかしいんですよね。これはもしかするとパラダイムはやめ落ちしてしまって、ワンタイムイベントで僕たちのことをね、裏切ってしまうのかもしれません。